シカゴ大学ブーススクール・オブ・ビジネスは、シカゴ大学の経営大学院である。ザ・エコノミストや、US ニュースワールド・レポートをはじめとした各種ランキングで、ハーバードビジネススクールやスタンフォード大学、経営大学院と同様に高い評価を得ており、また、多くの日本人卒業生が各界で活躍している。M7 の参加校。1898年。 ザ・カレッジ・オブ・コマース・ポリティクスが設立。1916年、スクール・オブ・コマース・アド・ミニストレーションに改名。1932年、スクール・オブ・ビジネスに改名。1935年、MBA プログラム提供開始。1943年、エグゼクティブ・ MBA プログラム提供開始。1959年、グラデュエート・スクール・オブ・ビジネスに改名。 2008年、デビッド・ブースによる3億ドルの寄付後、ザ・ユニバーシティ・オブ・シカゴ・ブース・スクール・オブ・ビジネスに改名。フルタイム MBA、2年生のプログラムでアメリカ含む世界各国の学生、プロフェッショナルを対象とする。キャンパスは、シカゴにある、ハーパーセンターが中心。イブニング MBA、夜間に学校に通うプログラムで、シカゴ近郊に住むプロフェッショナルを、 主な対象とする。キャンパスは、シカゴにあるグリーチャーセンターが中心。ウィークエンド MBA、週末に学校に通うプログラムで、アメリカに住むプロフェッショナルを主な対象とする。キャンパスは、シカゴにあるグリーチャーセンターが中心。エグゼクティブ MBA、エグゼクティブを対象としたプログラム。キャンパスは、シカゴ、ロンドン、香港の3つ。これまでの経験、教育、 および今後のキャリアゴールをもとに生徒は自由に授業を履修することが可能。授業内容、どの授業を履修するかは本人に委ねられる。例えばアントレプレナーシップ分野で専門性を磨きたい場合、アントレプレナーシップを中心とした履修計画を立てることが可能。レベル、初級コースから上級コースまで自分のニーズに合った授業を履修することが可能。時期、 生徒が受けたい時期に履修することが可能。例えば、夏のインターンシップの準備のために、インターンシップに関連する授業を1年次に受け、残りの必須科目を2年次に履修することが可能。また、卒業後も授業を受ける仕組みも存在する。場所、ハーアッパーセンターのみならず、クリーチャーセンターでの履修も可能。生徒自身のこれまでの経験を補完し、キャリアゴールを達成するために、 特定の分野に特化して授業を履修することが可能。卒業後の進路は多岐にわたる。2017年のフルタイム MBA プログラム、卒業生の主なデータは以下の通り、シカゴブースは各種ランキングにて高評価を得ている。2017年7月現在、200人以上の教授が教えており、また、ノーベル賞受賞者をはじめとした一流の教授陣から、 学ぶことが可能。友人ファーマ、経済学者。2013年に、ノーベル経済学賞受賞ラグラム・ラジャン、金融経済学の専門家。インド準備銀行元総裁、リチャード・セーラー、行動科学の専門家。2017年に、ノーベル経済学賞受賞、スティーブン・カプラン、アントレプレナーシップ・ファイナンス、プライベート・エクリティの、 専門家経営コンサルティングファイナンシャルサービス、プライベートエクイティベンチャーキャピタル事業会社学会、大学関係者その他、ありがとうございます。